はい、こんにちは。婚活系 YouTuber のタクです。イエーイこうやるとね、リスナーの方がね、ぶち切れてくるんで、もうや,やりません。はい。で、今日はね、あの、ゆとりくんがで最近なんか病んでるんですよ。その件について、回答します。よろしくお願いします。タクです。えー、まあ婚活系の拓、まあ婚活系 YouTuber の中ではね、僕、えー、ゆとりくん、そして、 野原さん、この3人がねもともと婚活系だったということで、えーまあ、皆さんもねご存知かと思いますでそのね、えーまあ、僕からちょっとゆとりくんにねメッセージをします、まあ、あのゆとりくんねあの本当にねあの炎上するんですよ本当にガチで炎上するでほぼほぼじゃないけどしょっちゅう炎上するんですけど、あのー、ゆとりお,お前 お前わざと炎上させてるだろ絶対わざとだってお前はねもうなんかねわざと炎上させてるそれはダメだよ、うん、でねとりくんの話ねあの,あの分かりにくいんですよあのすぐね話が飛んじゃうあのこの前までなんか言ってたのにこのそれがなんか別なんていうのこうち,ちゃんと時系列を取った時にこの前こう言ってて 次の日こう言ってこう言ってこういう流れなのになんかその次の日になったらこっちに戻ってたりするっていうねちょっとね時系列がこうなっていい感じだってどりこっちに戻ったりするからあれはねおそらくねあのまあ僕ゆとりくんじゃないからすべて詳しいこと知らないんだけどまあこれは僕の推測でもあるしうんあるんだけどあのおそらくねゆとりくんねあの動画を大量に大量に取りだめしてる ゆとりくん、お前、動画大量に多分取りだめしてんだよ。だから、お前あ、たわりで時系列がちょっと分かんなくなること、本当あるから。で、何が言いたいかも分かんなくなることがいっぱいあるからで、ね。ゆとり、俺の動画見てたら、お前、気をつけろよ。うん。<laughs> 本当に分かんなくなること、いっぱいあります。これはねあの、僕のリスナーさんからもね、よくいただく質問です。まあ、あとね、ゆとりくんについて。 えー、ゆとりくんっていうのはね、あのー、まあ、ネズミ男って言われてます。で、ネズミ男って言われることもあるし、あと、あの、ドブネズミって言われることもあります。えー、まあ、これ、両方ありますね。うん。えー、ゆとりくんね、なんでネズミ男って言われるかというと、なんかね、もともとね、なんか、あの、なんか汚い服装着て、なんかこう、なんていうのなんか、 よれよれの服着てね、なんか、あと、ネズミみたいだったから、ネズミ男みたいだったから、あの、ネズミ男って言われるようになったのが由来ですね。で、ネズミ男って言われてたときはまだ良かったんですけど、その後ね、あの、ドブネズビとかになっちゃったんですよ。あまりよりも、なんか服装が汚かったりとか、あと、なんていうの発言、発言が汚かったりとか、あと、なんかね、なんか、視聴者にで、ね、こう、なんか、八つ当たりしたりとかね。 うん、まあいろんな意味でなんか発言が汚かったりしたんであの, <laughs> あのあれだよね、えー、結婚して付き合ってもないのに妻って呼んだりねあとまあ妻のなんか携帯にねなんか悪いことしようとかねまあいろんなね、うん、悪いことしようとゆとりくんしてたんですよもうそのあたりからドブネズミって言われるようになんてね本当にねあの仕方ないですよそれはゆ君のゆとりくんの 今までやってきたことが結局リスナーの方からそう評価されてるんだよ今頃ね今になってなんかねなんか人の不幸は見つつの味だとか言ってねなんか最近でちょっと意味不明なこと言い出したけどあの伊鳥くんはねあのなんていうのそういうなんていうの そういうキャラでやってるんだそれなんか変態キャラでやってるから変人キャラ変態キャラでやってる今までやってたからそれ仕方ないじゃんうん「人となんか不幸は満する味だ」とか言って「みんな喜んでる」とか言って「おかしい」とか言ってもそれそれ仕方ないって絶対絶対仕方ないあの今までそういうキャラでやってきたくせにあの何かねあの意味不明なこと言い出すんですよね糸里くんってうん。 まあもちろんわかるよ。あの、モチベーションがね、あの低くなってね、あの、元気がなくなるとかある、あるし、まあ、僕もね、同じ婚活系の中で、僕が一番最初に結婚したんで、そういう意味ではね、あの、まあゆ、ゆとりくんもね、まあプレッシャー感じてるところあると思います。で、まあ、そういう意味でも、うん、なんだろう、なんで、プレッシャー感じてるところもあると思うし、あと、リスナーの方からね、 あの僕,の僕の動画見てね、見たリスナーの方がゆとりくんのところに行ってね、まあ、なんていうの、えー、またね、なんか言ったりし,してるんじゃないかなと思います。なんかね、最近それがあるのか、ゆとりくんちょっとね、へこんでますよね <laughs> ああああ。俺が悪かったのゆとりくん、ちょっと教えて。うん、アンサー動画出して、アンサー動画。俺が悪かったのか、もしかして。でも、もともとね、ゆとりくん炎上するから、 うん、俺はあんまりっていうか全然関係ないからね。うん、分かったかゆとりまたなんか困ったことあったら俺に対するアンサー動画出せよ。